学校法人本郷学園は東京都豊島区駒込4丁目に所在し本郷中学校、高等学校ともみじ幼稚園を運営する学校法人。1921年5月に本郷中学校設立準備委員会として設立された。その名の通り旧制本郷中学校を設立するための準備をする委員会である。高松松平家第十二代当主である。 松平よりこと武きが設立した。当時は中等教育が急速に普及していたが、観光率の中学は学校数が少なく、地元の本郷区立茂行小学校から多くの指定の進学が困難であったし、また教育界が地域偏重、確一的な教育に大勢を占められていた。松平はこうした状況を憂れ、1923年4月、 旧正本号中学校を開校した。1954年には本号中学校、高等学校の名誉校長であり、かつて第二大学校長であった徳川宗義がもみじ幼稚園を開園した。現在、もみじ幼稚園正門に掲げられている表札のもみじ幼稚園の字は徳川宗義が書いたものである。以下、特に断りがなければ、理事長は、 学校法人本郷学園の理事長、学校長、名誉校長は、旧正本郷中学校及び、本郷中学校、高等学校の学校長、名誉校長、幼稚園長は、もみじ幼稚園の幼稚園長を示すものとする。ありがとうございます。